マダラオさんは、長野県飯山市、品野町との境にある、標高1382メートルの火山。北進五竹の一つ。約70万年前頃から51万年前に、かけて活動した。北進五竹の中で標高が一番、低く、飯綱さ山、戸隠山、黒姫山、病光山と比べてもマダラオさんは、際立って、低いにもかかわらず、 北進五竹の一つとなっている。これは五つの山を中野市周辺から眺めた場合、一番近いマダラオ山が他の山とあたかも同じような高さで見えるためである。頂上には薬師如来を祀った祠があり、祠の中には13体の如来像が祀られている。像は祠から出すことができるが、一旦出してしまうと1体だけ収めることが難しくなる。 伝承によると、この像を出し入れすると雨が降るとされる。ナウマン像の化石で有名なノジリコは、マダラオ山の噴出物により川がせき止められて、形成されたとの説もある。マダラオ山の麓のマダラオ高原には、マダラオ高原スキー場や、タングラムスキーサーカスがある。マダラオ火山の地形図文部省省歌、故ふるさとに歌われている、ウサギオイシカの山は、このマダラオ山を指し、 小船釣り鹿の川は、マダラオ川を指しているという説がある。日本の火山マダラオ山、産業技術総合研究所地質調査総合センター。ありがとうございます。